ようでございます。この首を誰が縄文にかけたのか、今はまだ分かっておりません。調査は継続せよ。それで誰か、この炎竜を倒した者のことを知らぬか。陛下、ピニャか。お主、何か知っておるのか。ここに炎竜を退治した面々を見知っている者を連れました。シャンディ、エンリュー討伐に赴きましたのは伊丹、 ローリーだと。はい、エムロイの使徒ローリー・マーキュリー聖火でございます。なるほどな。聖火が加わっているならば炎竜討伐も納得できる話だ。しかしよくぞ関わろうと決意されたものだな。となるとこたびの栄光は神々のものか。いえ、伊丹幼児なる者が 同胞のみならず、新たな平和への活路を見出さんと行動する現地政府の要人の
こちらセイバー準備よし。敵防空施設の破壊を確認。西門制圧完了。現在地を確保。引き続き警戒する。こちら富田、我の位置塔の上。前に出過ぎるな。特戦と四艇の攻撃と時間を合わせるぞ。急げ、西門に敵襲。通用門クリア。知らさねばならん。あの程度の人数たかが知れておる。数に任せて押し出せ。報告、敵の一隊がすでに西門を制圧。門を開け放って城外の敵を迎え入れようとしています。なんという速さだ。ねえ、城門の守備兵は何をしている。敵はまっすぐここを狙ってくるぞ。なのになぜ、どうして涙が止まらないの。おのれ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 。絶対に復讐してやる。イタリカにてピニャ殿下の立体師の儀と帝国正統政府の開府が執り行われたのはこれより10日の後だった。正統政府のすべてをそなたに託す。これからはお前の時代だ。頼
我が心は常に帝国にあり、誠心誠意この国のために尽力いたします。日本国と共に。今まで言えなかったけど、実はお腹には子供が。俺たちも最近知り合ったんだ。言葉の壁なんて乗り越えてみせる。あたいのせいで怪我させちまったね。まったくだ。治るまでの間面倒見てもらうぜ。お安い御用さ。菅原様とシェリーの愛は永遠ですわ。ちゃんと法には従いますゆえ。いつの間にみんな。羨ましいっすよ。なんで私に言い寄る男がいないんですか。ずっと笛吹き男に騙されていたんだろ。Hallelujah.